こんにちは。こんにちは。今日は新大久保に来ました。イエイ。で、なんかいつもと価格違うんだけど、なんで？カメラマンがいます。カメラマン誰ですか？カメラマン。妹です。匠の妹です。こんにちは。今日は夜ご飯食べに新大久保に来たんだけど、ちょっと早めに着いちゃったから。なんかある、します、やることある。え、なんか韓国のプリクラ人生4カットをちょっと撮りたい。3人で撮ろうよ、うん、賛成です。じゃあ、まずプリクラ撮り行ってからご飯行きましょう。おすすめのご飯屋さん紹介します。レッツゴー。じゃあまずプリクラに向かいます。向かいます。さっきちょろっと見たけど並んでたよ。マジ、うん、すごい、平日なのにめっちゃ混んでるね、すごいね、女の子ばっかり。韓国大人気。あ、でもあんま並んでなくない？あ、さっきより並んでない。空いてる空いてる。ここですね。激込みのため4番目です。マチです。はい、ご飯屋さん向かいます。プリクラ撮ってご飯屋さんに今向かってます。場所は駅の目の前なので、駅から看板が見えちゃうぐらい。春夜のおすすめだよね。そうだ、春夜のおすすめのご飯屋さん。春夜のおすすめ、おすすめして、藤宅とはよく2人で来るんだけど。あ、もう着きました。今日は愛理ちゃん初めて。初めて着きました。はい、着きました。これがマジで、これ行きましょう。到着です。到着しました。ここは春夜のおすすめの。あ、もう始まってるの？始まってるよ。春夜のおすすめのご飯屋さんです。テジョンデです。あの、海鮮あんま好きじゃない富士がね、いや、愛理も食えちゃうぐらいだからね。これだ。辛い？いや、そんな。だからご飯1個と縮みがあればなんか3人ちょうどいいと思う。2人で結構多かったから。で、そんな感じでいいですかね。はい、大丈夫です。じゃあ受話器を取ってください、お兄さん。お兄さん、もう次に。今日でお伺いします。今日この生だこ、はい、いい、生だこ1つで、はい、ヤンニョムケジャンセウビーマ、はい、1つとハンバーガー1つですね。はい、カンジャンサーモン。カンジャンサーモンが一つ。はい。と、チーズ、キムチチーズチヂミ一つ。はい、チヂミチヂミが二つ。で、いいんじゃない、とりあえず。はい、以上です。以上で、はい、ありがとうございます。お願いいたします。じゃあ、生イラコです。うわぁ、生きてる。レモンかけていいじゃん。パラパン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 。めっちゃ動いてる。いくよ、タコさん。うわ、いや、すごい。とりあえず立つ。はい。じゃーん。じゃーん。活動が出場に。はい、乾杯。乾杯。失礼します。患者さん。逃げてる。ちょっと待って。やばい、張り付きが、もう手で。待って、取れない。うますぎ。どうぞ。はい、じゃあ、はい、お手伝いしましょう。いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ、いただきます。ちょっと辛いので。もっと張り付く、張り付く。え、おいしい。うん、すごい。逃げる逃げる。食べない。美味しいけど。ちゃんとさ、関西、あ、関西じゃない。あ、海鮮嫌いに夢を与えて。え、俺も海鮮嫌い。これで食べれたら食えるってこと。これが欲しいな、ぜひ。だって富士も食えなかったのに、
サーモン苦手なのに。え、違う、ちっちゃく、ちっちゃくしてほしい。やってよ、兄ちゃん。うまっ。サーモン食べちゃって。サーモンいってみます。もうちょっとそっちにやってほしい。どうよ。うん、うまいっしょ。結構おいしい、うん、うまいよ。ほんとか。大丈夫大丈夫大丈夫。いけた。来ちゃうわ、これ海鮮。まあ、え、全然食べれる。マジ。あ、そういうこと。え、違う、これは何。これは何にも知らない。うん、カンジャン、カンジャン、あら、ケジャン、ケジャン、ワタリガニ。生、まあ、生でだけど、カンジャンだから、なんかちょっと辛めな。カンジャンだから。カンジャンだから。カンジャンだから、もう甘辛だれみたいな。いきます。はい。はい、遅い、食べる。うん、あ、美味しい美味しい美味しい。どっちも美味しいよ。え、エビの方が好きかも。カニ派。幸せ。うん、俺エビだ、俺もエビだね。全部来ましたよ。一応全部来たね。なんかさ、アイリーがさ、動画出るってなってさ、いろいろ思い返したわけよ。うん、で過去のことを。そうそうそう、中学校とか。あ、で俺らの一個下だから中学校とかも被ってるんだよ。うん、で、なんか中学の時にその夫人家に行ったりした時にさ、会ったりしてたわけじゃん。うん、で、中学校ぐらいの時はさ、結構仲悪かったじゃん、二人。で、そのイメージもあるから、どのタイミングで仲良くなった。仲いいってめっちゃ言われるじゃん、周りで。反抗期終わったぐらいじゃん。でもアイリーが一番なんかターニングポイントは東京だと思う。上京してから。うん、アイリーも上京してからな気がする。で、3年、俺が3年目か、4年目、4年目ぐらいで一緒に住んで、うん、一緒、あの同じ家に。そうだね、一緒に住んで、なんかさらに。うん、でも言われるよ、あのお兄ちゃん妹で一緒に住んでるのはなんかやばい、漫画みたいって言われる。あ、なんかそん、部屋も別だったじゃん。うん、だからなんかそんな別に交わるタイミングがないから、うん、やっていけたっちゃやっていけたくない。うん、シェアハウスみたいな感じってこと。一緒に住んでるって。なんか本当にみたいな感じだ。お互い仕事のタイミングもずれてたから、うん、学校入れ違いとかあったし、うん、別にやった。マジ喋んないよ。うん、だからうまくいけたな。うん、じゃああれか、仲良くなったのは状況がきっかけぐらい。うん、私の感覚的には。こっちは、え、ここは結構なんか最近な気がするけどね。うん、確かに。え、でもその家に遊びに行った時とか、中学校ぐらいの時ね、まあ、クジはちょっと反抗期だったからあんま喋ったりしてなかったけど、俺はなんか仲良くしたい気持ちあった。マジ。何、突然の告白。突然の告白みたいになってるよ。実は思ったよ。でもなんか、シュンヤが家に来てるイメージあんまりないかも。はぁ、なんでだよ。それこそ、たぶん、おに、たっくんのもう友達が家に来てたら、え、もううちは本当に行っちゃいけないみたいな感じだったじゃん。うん、いや、もう来んなよみたいな、いいんだよみたいな、邪魔だよみたいな。何言われてたの。言われてた。だから、なんか中学校の頃のお兄ちゃんの友達とはなんかあんまり仲良くないっていうか、踏み込めないっていう感じだった。ふぅ、そんな時期もあったねと。で、なんかその、うん、あんまり気にしたことないけどさ、ここの3人でいるとさ、なまっちゃうじゃん。なんか地元が東北なんですよ。うん、だからなおさら気にしないっていうか、ね、3人で喋ってると、いや、なまってると思う。うん、まあ、地方あるある、地方あるあるです。今もちょっとね、あるあるみたいな。地方あるある、なんか地方の人で集まっちゃうと、そう、釣られて釣られて出てくる。出ちゃうね。なんかところどころ出てるかもしれない。いつもどんなか、こんなに盛り上がってないんだ。もっとやっぱなんか2人と3人と違くない？何違う？なんか1人喋ってる時に2人がこう合いの手してくれる感じが、喋ってて気持ちいいね。完食です。完食しました。美味しかったです。美味しかったです。はい、せーの。
ごちそうさまでした。ごちそうさまです。はい、ご飯食べてきました。ごちそうさまでした。どうだった、俺のおすすめのお店は。美味しかったね。美味しかったよね。俺は行ったことあったから。あ、そっか、うん、美味しかったです。美味しかったです。今回は、俊也のおすすめのご飯屋さんだけど、次は俺か、おごりでね。まあ、次はおすすめのご飯屋さんまた紹介するとしたら俺の番なので、はい、その時は動画にします。はい、というわけで今日の動画は以上になります。以上です。また次の動画もお楽しみに。それじゃあバイバーイ。